ですけどね、やっぱりオフェンスがかなり動いてきますからね、深いですね。ダイプリーでバスケス、ワンハンドキャッチから決めました。まあ、いわゆるバスケっていうとアリウープみたいな感じですよね。そうですね、ワンハンドで取ってそのままもうダンクに近い状態のシュート、これはなかなかそう簡単にできないですよ。ツインタワーでスカイプレーで最後はもうダンクシュートのようなワンハンドキャッチからのシュート決まりました。会場が沸きます。これで後半10分、勝ち点差、ドラゴン星大きくリード。上垣、今度もスカイプレー、ワンハンドキャッチからやり返した。先ほどはうまくいかなかったスカイプレーをここで松浦が決めました。まさにやられたらやり返す。